岩井まさか。あ、よろしくお願いします。岩井まさかです。ニュージーランドでございまして、南半球にあるオーストラリアのそばにある、まあ、面積が日本と、まあ、若干似た感じの国で、皆さんニュージーランドのことをニュージーランドと思っていませんかというのをちょっと問いただしてみたいんですけど、皆さんですね、ネズミの国にちょっと引っ張られてニュージーランドだと思ってますね、本当。でも本当はニュージーランドなんです。プエルトリコという国がありまして、まあ、南アメリカと北アメリカの中の辺 の、 ドミニカの隣あたりに行くんで、これも皆さんプエルトリコだと思っていて、なんかフエルトリコみたいなものなんですけど、本当はプエルトリコでございます。そして、あ、似たやつで、トリコロールってのなんですけど、まあ、三色旗の話ですけどね、トリコロールもみんなトリコロールだと思ってるんです。そうではなくてトリコロールですね、はい。リオデジャネイロは、ブラジルの首都ですけども、これもですね、バラララララララサンバデジャネイロってあるんですけど、皆さんリオデジャネイロだと思って、ネイロだと思ってますけど、本当はリオデジャネイロです。はい。クアラルンプールはマレーシアの、都市なんですけど、なんか高いビルとかあって、プール付きのホテルとかあって、そう思うんですけど、クアラルンプールではなくてクアラルンプールですね、はい。そしてトリニダード・トバコという国がありまして、これがさっきのですね、ヤプエルトリコとも、まあ、ほど近いところにありますけど、これはですね、トリニダード・トバコで、あ、これはトリニダード&トバコで、これは正解でしたね、はい。でまあ、似たのに、まあ、土地名ではないけどドン・キホーテってなりまして、大体ドン・キホーテだったらドン・キホーテみたいになってドン・キホーテですよね。もう会社名はドン・キホーテってちゃんとここで切ったのに、歌はどんどんどんドン・キドン・キホーテっていうのは歌の切り方がもうおかしいというね、これが不思議なところで、あとロサンゼルスもそうなんですけど、ロサンゼルスでもなくロサンゼルスでもなくロサンゼルスでもなくロスアンジェルスで、つまりサの半分のところでここが消えることになっております、はい。で急にきっちりから化け学に行きますけど、 ATP というのがありまして、アデノシン三リン酸と呼ばれていまして、ここに書いてあるんですけど、いろいろ書いてありますが、生体エネルギーの通貨と形容される、非常に体に重要な物質ですけど、アデノシンは漢字で書くとこのようになります。嘘ですねこれ。問題、中にリンを入れると飲めるようになるものは何でしょう。わかりますでしょうか。わかりますでしょうか。わかりますよ。ので答えは毒ですね。これはなぜかというと、中にリンを入れるとドリンクになるということで。以上、どうもありがとうございました。